はい、こんにちは。またかと思われるかもしれませんが、昨日は合成関数の微分について話したんで、今日は、対数関数で、まあ特に定が E の対数関数の微分がなぜこれ X 分の1とすっきりするのかという話をしたいんですけども、それには E の話を全部しちゃうと、まあ、この動画、これおかげさまで、この動画50万再生いきまして、で、まあ3年前の動画なんですけども、今でも安定して毎月一定の数再生されてるんで、まあ安定してこう収益が入ってくるありがたい動画なんですけども、俗に YouTube って1再生 0.1 円なんて噂が飛び交ってますが、それは本当なのかもしれませんけども、それはもう動画の種類によって全然もう違うんで、個人の中でも違うんで、まあこの動画見たく、時間が長くて、しかも視聴年齢層が高くて、で、しかも、再生維持率が、まあまあいいんですね、結構。YouTube って、まあ皆さんも、パッと見たら、なんだこれってすぐ、開始1秒でやめちゃうなんていう動画もいっぱいあると思うんですけども、それが少なくて、まあ最後の方までちゃんと見てくれて、しかも時間が長い動画だと、これなんかは実は、1再生 0.5 に近い 0.4 円ぐらいになってます。で、まあしかも、時事ネタじゃないんで、安定して、まあ毎月、最低でも5000円から、まあ先月なんかは1万円以上を、1本の動画で、収益を上げてくれるありがたい動画になります。で、それはもちろん見てくださってる皆さんのおかげなんでありがとうございます。で、その E の話を全部しちゃうと、まあ、それはもうこっちをご覧くださいってことなんですが、こうなるのに、一応 E の定義だけ認めておくと、まあ、これ説明できるんで、E っていうのを、リミットの N 無限大の1たす N 分の1の N 乗か、または、これ、いきなりイコールにするとなんか怒られちゃったりすることもあるけど、まあいいや。t 限りなく0の1たす t の t 分の1ちょっと。まあ要するに、1点ちょっとですね。n 無限だったらこれもほぼ0。1点ちょっとの無限上。これも t が0だったら1点ちょっと。1点ちょっとの、で、t が0だったらこれ t 分の1は無限になるんで、1点ちょっとの無限上を e と定義しましょうと。で、まあなんでこんな定義するかっていう一つのいい点が、この対数、の、定を E とすれば微分したら、こう、スッキリするよと。これ、定が E じゃなければ、ここに、まあ、ログなんか余計なのがくっついちゃうと。じゃあ、なぜ、こう、なるのかっていうので、まあ、微分の定義が大事ですよと。で、今度、本出るのは、もう、定義が大事ですよとか、そういった当たり前のことを書いた本になってます。で、定義が大事で、ディフィニションですね。定義が大事で、微分の定義っていうのは、X の増加量を、限りなく0に近づけた時の変化の割合ですね。変化の割合は x の増加量分の y の増加量。この場合の関数はログ e なんで x プラス h で増加量だから引くログ e の x と。x の増加量分の y の増加量で、その x の増加量を限りなく0に近づければ瞬間における変化の割合、すなわち接線の傾きになるでしょうっていうのが微分の定義ですね。で、じゃあこれちょっと式変形するだけで、h 限りなく0で、この h 分のは前に出してやるよ、一旦。h 分の1と。で、対数の引き算は、対数は割り算に変えられるんで、ログ、定が e で、x プラス h 割る x と。で、これを、まあ、相変わらずここは同じで、リミット h 限りなく0で、で、対数の前の係数っていうのは、指数にできますよね。この指数が前に出せるのも逆で、これは、ここに入れられるんで、入れちゃう。ログ e。で、この分数は、1たす x 分の1ですね。1たす x 分の h の、これをここに持ってきて、h 分の1乗と。で、まあ、これちょっとテクニカルなことが必要で、x 分の h を t と置くと、で、ここで今 h が限りなく0なら、t も同じく0に近づきますよね。x はまあ定数みたいなもんなんで、別に無限に増えるわけじゃないんで、h が0に近づけば t も0になると。で、そうすると、ここで h イコール xt と。じゃあ、ここでこの式に、h の部分に xt を代入すると、リミットの h 限りなく0は t 限りなく0。で、ログ
E で、1たす X 分の H が T。で、H 分の1は XT 分の1と。XT 分の1と。で、この対数の、まあ、何でもいいんですけど、ここの指数っていうのは、前に出すときに別に1個だけ出してもいいですよね。N1 個だけ出しても構わないと。じゃあ、ここで、リミットの t 限りなく0の x 分の1だけ前に出してあげる。で、ログの e かっこ1たす t の t 乗と。じゃあ、ここで t 限りなく0の1たす t の t 乗、あ、t 分の1乗出してしました。1たす t の t 分の1乗って e の定義そのものですね。じゃあ、ログ e、ここは e ですね。と。じゃあ、ログ e は1なんで、x 分の1だけ残るということで、こういう微分になりますという話です。じゃあ、ここで、今なんでこんなことしてたかっていうと、この問題、まあ、この問題解くのに、まあ、これも両辺、77乗、したいですよね。と。そして、x の77乗の、77乗は、77の77乗と。で、これ指数法則がこれ掛け算なんで、77x の77乗ですよね。で、掛け算の部分、a の b 乗の c 乗は、a の c 乗の b 乗って入れ替えられますからね。掛け算なんで。じゃあ、ここで、この77だけをこっちに入れてあげて、x の77乗の x の77乗と。してあげれば、ここで、x の77乗を t と設けば、t の t 乗が77の77乗と。じゃあこれも t は明らかに1個77ですねと。で、そこで、この77だけが解ですかという話になったときに、t の t 乗のグラフを書いたときに、y イコール t の t 乗をのグラフ書くのに、微分するときに対数微分法で両辺に、まあ、じゃあさっきログにしたからじゃあログにしていきますか。リンじゃなくて。まあ、昨日はこう書きましたけど、まあ一応 t は e でしょう。じゃあ e 書いてみるのか。y のログ e t で指数は前に出せると。そうすると、これが合成関数の微分で、y 分の y' ですから、y 分の1になると。対数微分すると。で、合成関数だから微分したものをかけると。が、微分1でそのまま、ログ et。で、そのまま微分。そのままだから t。で、これを微分すると t 分の1になると。さっき証明した通りと。なんで、足す1と。じゃあ、そしたら y' っていうのが、y っていうのは t の t 乗だから、t の t 乗、ログ et 足す1で、これで t が e のマイナス1乗だったら、ここがマイナス1になって0になると。じゃあ、関数のグラフは、まあ、0に近づけば1で、で、e 分の1の時に極小で、まあ、明らかに1、1は通って、なんで、この1よりも大きい値の時は、それはもう解は1個しかないですねと。1よりちっちゃい時だったら解は2個あるけども、1より大きい時は解が1個で、その唯一明らかな解が出ればそれでもうおしまいと。なんで、x の77乗が77なんで、x は77の77分の1乗と。まあ、77乗を込んでもいいですと。いうことになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。